はいどうも、漫画アニメオタクが語るのロイドです。今回はですね、ここ1週間ほどツイッターの一部のファンの間で注目されてた鬼滅の刃の炎上事件についてお話ししてきます。1週間ほど前にも鬼滅の刃がフジテレビで放送されることが内定決まったっていうニュースが流れてツイッター上で騒がれてたんですけども、こちらについては過去動画でまとめてますので、気になる人はそちらご覧ください。で、実はですね、この騒動の裏側でほぼ同時期に鬼滅の刃のアニメ制作会社である UFO テーブルさんのアカウントがかなり炎上してまして、まあ、一部の熱心なファンが結構批判の声を上げてたんですよ。で、その騒動が5月の26、27ぐらいになってほぼ決着ついたっていう状態になりましたので、まあ、今回一体何があったのか、どういった理由で炎上したのかっていうのを解説していきたいと思います。一時期かなりツイッター上でも声上がってましたので、結構気になってる方も多いかと思いますから、そういった方の参考になれば幸いです。で、何があったのかっていうのをまず一言で言うんですけども、鬼滅の刃の映画無限列車編のブルーレイ DVD の予約特典の煉獄さんのアクリルスタンドがサンプルと実物で大きく違うっていうことで炎上したっていう内容なんですよ。この炎上の特徴として、当事者と外でこの事件を見てる人でかなり温度差があるっていうことなんですよね。この件が本格的に炎上したのが5月の21、22ぐらいのことでして、まあ、後日ヤダオンさんとかのまとめサイトにも取り上げられたんですけども、そのサイトとかの反応では、炎上するほどじゃないでしょう、いや、しょうもないことで炎上してんな、確かにサンプルと違ってダサいけどそこまで怒ることか、みたいな声が多かったんですよね。で、僕も正直言うと、最初に批判の声が強く上がってるのを見た時は、そこまで怒ることなのかなっていうのは思ったんですよ。で、ただちゃんと調べもしないで何怒ってんのみたいに言うのは失礼かと思いましたので、まあ、何が起きたのかっていうのを過去にも遡って調べたんですけども、まあ、調べた結果、あー、これはファンの皆さん怒るのも最もだなと、まあ、思いましたので、そのあたりも踏まえてお伝えできればと思います。動画の流れとしましては、まず最初にこの一連の炎上事件がどういった経緯で起きたのかっていうことをなるべく客観的に解説しまして、で、動画の後半では僕のこの件に関する所感なんかも述べていきたいと思います。じゃあ早速ですね、実際に何が起きたのかっていうのを話していきます。まず事の始まりが約2ヶ月前3月15日まで遡ります。この日 YouTube で鬼滅の刃無限列車編のブルーレイ DVD 特典を紹介する特別番組が公開されまして、炭治郎の声優の花江夏樹さんをはじめとした結構豪華キャストでブルーレイにはどんな特典がつくのかっていうのを解説してたんですよね。で、そこで紹介された特典の一つとして、心を燃やせアクリルスタンドっていう煉獄さんが書かれたアクリルスタンドが紹介されたんですよ。これがかなり演出も凝ってて、まあ、グッとくるかっこいいものだったんですよ。で、このアクリルスタンドだけじゃなくて、ジャケットサイズのキービジュアルポスターだったり複製原画だったりとかなり特典が充実してますので、鬼滅の刃の熱心なファンは結構注目していた商品なんですよ。で、翌日の3月16日には予約サイトがオープンしまして、まあ、予想通り予約が殺到しました。で、あまりにも人気すぎて一時的にサーバーダウンが起きてしまうっていうことも起きました。で、数ある特典の中でも特にこのアクリルスタンドについてはファンからもかっこいいって評判がすごく高くて、まあ、公式も目玉特典の一つとして頻繁にツイッターで紹介してたんですよね。まあ、具体的には3月15日に1回、3月16日にリツイート紹介、3月17日紹介と結構毎日繰り返して、で、5月17日まで計10回アクリルスタンドのツイートがリツイート含めて宣伝されてるんですよ。もちろんそれとは別に全ての特典を一気に紹介するツイートでも紹介されてますので、まあ、紹介回数がこのアクリルスタンドだけ異常に多いんですよね。で、この煉獄さんのアクリルスタンドが今回のブルーレイ特典の目玉であるって思った人は多いと思いますし、まあ、実際公式もかなり力を入れてプッシュしていた商品っていうことなんですよ。毎回アクリルスタンドの紹介ツイートでもかっこいい欲しいっていう、まあ、ファンの反応が出てまして、中には保存用と見る用で2つ買ったみたいな方もいらっしゃいます。まあ、こんな感じで公式もかなり煉獄さんのアクリルスタンドをプッシュしてファンも非常に高評価をしてたんですけども、5月18日に最初の事件っていうのが起きました。これまで公式はアクリルスタンドの紹介ツイートでサンプル品とかイメージ品の紹介をしてたんですけども、5月18日に初めて実際のアクリルスタンドの実物写真を公開したんですよね。それがこちらですね。どうです、違い分かりますか？こういうのに詳しい人は多分一目見ただけで、え、全然違うじゃんって言うと思いますし、逆にこの手のグッズ初心者の方が見ると、ん？なんとなく違う気はするけどよく分かんないかなみたいな感想になるかと思うんですよ。そこで並べて比較してみましょう。どうですかね。まず最初に目につくのが台座のサイズですよね。明らかに幅が違いまして、サンプルに比べて実物はチャッチーと言いますか、まあ、安っぽいおもちゃ感が出ちゃってるかなと思います。サンプル版の方は
がっしりした光るステージっていう感じなんですけども、実物の方は不安定な足場に懐中電灯が2つくっついてるみたいな印象を受けます。加えてアクリル板の方に注目してみますと、サンプルに比べて実物がカットがとても雑なのが分かります。例えば煉獄さんの顔のあたりとか腰の鞘あたりを見ますと、カットの精巧さが全然違いますよね。これはツイッターで上げられていたすごく分かりやすい画像なんですけども、まあ、こうやって見ると一目で違いっていうのも分かると思います。こんな風にあまりにもサンプルと実物が違うっていうことで、ツイッターでは多くの批判が寄せられました。18日の時点ではこの実物の画像が公開されたっていうだけだったので、まあ、主にあまりにも実物と違いすぎる、修正してほしいっていう声が多かったんですよ。でちなみにこのアクリルスタンド、値段で言うとどれくらいかと言いますと、まあ、0円から5500円ぐらいっていう、まあ、ちょっと難しい表記になるんですよね。っていうのも今回の予約特典ってアクリルスタンドだけが欲しい場合、通常の DVD 予約の4400円じゃなくて9900円の豪華バージョンを購入するしかないんですよ。こちらの豪華バージョン購入しますと、かなり特典ついてきまして、ジャケットサイズ、キービジュアルポスター、煉獄さんのアクリルスタンド、あとは完全予約生産限定版特典ということで、キャラクターデザイン、松島明さん書き下ろしの収納ボックス、 UFO テーブル書き下ろしデジジャケット、特製散歩セボックス、オーディオコメンタリー、特典 CD、 特典 DVD、 特製ブックレット、キャラクターデザイン書き下ろし色紙、ご都市舞台挨拶付き上映会参加抽選券と、まあかなりたくさんの特典がついてくるんですよね。なので人によっては5000円以上の価値をアクリルスタンドに見出して購入してるかと思いますし、まあ、逆にアクリルスタンドにはそんなに興味なくて他の特典が欲しいっていう人からすると、アクリルスタンドにはそんなに価値を感じてないっていう状態です。まあ、客観的に見るとアクリルスタンド単体での価値は、他の人気作、人気キャラのアクリルスタンドの値段を考えると2000円から3000円前後っていうのが妥当な評価だと思います。ただサンプル画像のアクリルスタンドは台座もかなりしっかりしてまして、アクリルのカットも精密なので、4000円から5000円相当と感じる人がいても全くおかしくないかなっていう感じですね。で今回の事件のポイントとして、もしこの時点で UFO テーブルさんが誠実な謝罪とかキャンセル受付を行ってたとしたら、今回みたいな炎上事件は起きなかったかと思います。というのも実はですね、今回の炎上ってこの5月18日のツイートが直接の原因ではないんですよ。実は炎上したのってこの3日後5月21日のことなんですよね。一体何が起きたのかと、5月21日の午後2時頃、ツイッターにて UFO テーブルさんから正式にアクリルスタンドについての謝罪文が掲載されます。まずツイートがこちらですね。お詫びと訂正、予約受付中の劇場版鬼滅の刃無限列車編ブルーレイ DVD 完全限定生産版に付属する UFO テーブル限定特典、光る心を燃やせアクリルスタンドの台座サイズ表記に誤りがありました。ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます。リンク先では台座のサイズに訂正が入りまして、合わせて販売ページでも修正が入りました。5月18日に実物の写真を公開して批判の声が上がったので、3日後には訂正を入れたっていう流れですね。まあ、一見誠実な対応に見えるんですけども、そう感じない人がとっても多かったんですよ。その理由っていうのがいろいろあるんですけども、まず最大の理由がキャンセル時期についてですね。今回のブルーレイの予約期限って5月20日だったんですよ。つまり UFO テーブルさんが謝罪文を出す前日にキャンセルの締め切りが終わってんですよね。まあ、これじゃあキャンセルしたくてもできないじゃないのっていうことで、まあ、謝罪文を出すタイミングに悪意があるということで一気に炎上に至ったんですよ。まあ、外から見ると、いやでも5月18日の時点で実物の写真が出てるんだから、その時点でキャンセルしとけばっていう意見もあるかもしれないんですけども、まあ、実は5月の20日に UFO テーブルシネマさんが鬼滅の刃無限列車編のブルーレイの予約宣伝を行ってまして、この時点ではアクリルスタンドのサンプル品が紹介されてるんですよね。でこのツイートを UFO テーブル公式さんも5月20日にリツイートしてますので、まあ、ファンとしては実物写真を信じればいいのか、それともサンプルを信じればいいのか混乱した人もいらっしゃると思うんですよ。またそうじゃなくても、実物の写真が出たのが5月18日でキャンセルが5月20日ですから、わずか2日しかキャンセル申請の時間がなくてツイッターを見てないっていう人もいますから、これに気づけっていうのは酷な話なんですよね。で他にも批判として、そもそも実物の写真が5月18日に載せられたっていうことは、さすがに台座のサイズが異なることはもっと早くから分かっていたはずなのに、5月17日までどころか5月20日になっても商品紹介のツイートではサンプル版の画像で宣伝して、キャンセル不可能になった5月21日になってすぐ謝罪文を出すっていうのはさすがに悪意あるでしょっていうことで怒りをあらわにするファンが多かったんですよ。加えてアクリルスタンドの商品訂正も片手落ち感があるという声が多くてですね。っていうのも、今回のアクリルスタンドの訂正文はあくまで台座のサイズの訂正だけで、アクリル板のカットが簡略化されたことについては一切触れてなかったんですよね。その上で未だに販売ページではサンプル板の画像を掲載してますから、台座はともかくアクリル板の形はサンプル通りに来ると誤解してしまう、そういった状態だったんですよね。こういった流れがあったので、アクリルスタンドを予約してたファンがすごく怒って、で炎上をしてしまったっていうことなんですよ。
加えてどうやらですね、この告知は予約した方へのメールなどは5月28日現在でも届いてないので、ツイッターを見てないと実物を届くまでアクリルスタンドの修正に気づかないといった可能性もあるみたいなんですよ。まあ、こういった経緯があってツイッター上では消費者センターに連絡したっていう方まで出た、そういう状態ですね。でこの後どうなったかと言いますと、こういった声を受けてなのか UFO テーブルさんも方針を変更しまして、4日後の5月25日にさらにホームページを更新します。まずアクリルスタンドのサンプル画像を実物に差し替えまして、加えてキャンセル対応についても更新しました。要約すると5月21日までに購入された方はキャンセル受付可能だと。でもし商品が到着した後でも到着7日以内でしたら返品とキャンセル可能というのが明記されました。ここまでかなりいろいろ言ったのでちょっとまとめますけども、まず3月15日にかっこいい煉獄さんのアクリルスタンドが紹介されまして、3月16日から予約が開始されました。でその後もずっとかっこいいサンプル画像で宣伝をしてます。で5月18日に突然実物の写真が公開されて、台座のサイズとかアクリルスタンド全体のクオリティが大きく違うっていうことが判明しました。で5月21日に台座のサイズ表記の訂正と謝罪文が掲載されます。でこの5月21日っていうタイミングがキャンセル不可能になった翌日っていうことで、公式から悪意を感じるとともにアクリル板のカットなどに触れてないこと、未だに商品購入ページではサンプル画像を使用して実物の写真を掲載してないっていうことから、 UFO テーブルが非常に不誠実であると炎上につながりました。でその後5月の25日に UFO テーブルさんがキャンセル規約を修正しまして、5月21日までに購入された方は商品到着前にいつでもキャンセル可能で、到着後も7日以内ならキャンセル可能と。以上がですね、今回の鬼滅の刃の炎上事件のあらましです。でここからは僕の個人的な見解を述べていくんですけども、一言で言うと UFO テーブルさんは大きなミスを犯したけども、その後は誠実な対応を見せて致命傷を回避したなっていう印象を持ってます。最初にまず何が大きなミスか、何が一番まずいのかって話なんですけども、やっぱり一番は告知したタイミングですよね。5月の18日の時点で実物の写真を掲載して、予約した方からサンプルと違うと、そういう声がいくつか上がったにもかかわらず沈黙を貫いたのがまず良くないですし、そこからキャンセル不可能になった翌日の5月21日に速攻で謝罪ツイートを載せるっていうのが、まあ明らかにキャンセルを避けようっていう作戦感が出ちゃってますよね。実際にはもちろんいろいろあってこういったタイミングになっちゃったのかもしれないんですけども、予約購入をした方からするとすごく不愉快なことだと思うし、タイミング悪すぎるかなと。5月18日って別に土日でも何でもなくてただの平日の火曜日なんで、まあ少なくても不満の声が上がった翌日5月19日には謝罪文を出すか、まあそれが無理でも現在対応について検討中ですぐらいの表記はすべきだったかなと思います。でただその後の UFO テーブルさんの対応はさすがだと思ってます。実は僕今回の件の動画を5月24日の時点で1回作ってまして、で5月25日の夜には公開しようと思ってたんですよ。でその時の僕の動画での結論は、 UFO テーブルさんはちゃんとキャンセル受付をすべきだ、加えて Twitter だけの告知だと気づけない人もいるから到着後の返品にも対応すべきだみたいなのを結論で言ってたんですよね。そしたら UFO テーブルさんが5月25日の夜10時頃に Twitter で謝罪をされまして、でキャンセル受付が可能になったんですよ。まあ、これがさすがだなと思いましたね。まあ僕としては10時間かけて作った動画が全部ぶっ壊れたんで個人的にはショックだったんですけども、まあ当事者じゃない僕のショックとかぶっちゃけどうでもいいんで、素直にキャンセルしたいっていう人がキャンセルできるようになってすごく良かったなと思ってます。結局今回のアクリルスタンドって UFO テーブルさんが出した特典ではあるんですけども、当然制作は UFO テーブルさんじゃなくて外注で作ってると思いますので、ある意味 UFO テーブルさんも被害者なんですよね。それで商品をキャンセル対応ってなると結構な損失が UFO テーブルさんに合うと思うんですけども、そういった損失よりも社会的信用を大事にした UFO テーブルさんが素晴らしいかなと思います。まあもちろん実際に購入されたファンからするとわだかまりが残ってしまうのも百も承知で、まあ例えば購入者にメールで知らせてないとか、キャンセル対応よりもサンプル画像のアクリルスタンドが欲しいとか、炎上騒ぎになったからキャンセル対応したんでしょ、もし騒がれなかったらキャンセル対応すらしなかったと思うと複雑みたいな意見もありまして、まあそれはそれでそう考える方がいらっしゃるのは当然かと思います。その上で現実的に考えると、キャンセル対応したことで UFO テーブルさんも損失を負う覚悟をしたということで、まあ僕としては UFO テーブルさんしっかり誠実な対応をして致命傷を避けてて素晴らしいなって思う次第です。本日の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。